この番組は地元和歌山に住む夫婦が紀伊半島の滝を訪ね歩く旅動画であります。紀伊半島には3000近い滝があるといいます。この Google マップを使えば簡単に見つけることができます。行き方がわからない方は経路を検索すればほぼ間違えることはありません。今回の滝は雫の滝という有名でかつ初心者でも安心して行ける滝であります。 JR すさみ駅から県道すさみ小座線を車で約20分、すさみインターチェンジからだと15分くらいのお手軽滝であります。本当はそこから1時間ほど奥にある上の川の滝を目指していたのですが、ちょっと覗いたところ水が多かったことから熊のおばさんが寄ろうと決めて、熊の親父はただ従うだけでありました。時間がないのでパスしたかったのですが、これが大当たりでありました。滝ではなく滝の上空に張る、すなわち傘、太陽の周りに光の輪が現れる発光現象が見られたのであります。太陽や月に薄い雲がかかっているときに周囲に光の輪が現れる大気光学現象と言います。太陽の周りに現れたものは日傘、月の周りに現れたものは月傘というようです。この光の輪は虹のようにも見えることから発光とも言うそうです。滝壺には水滴や細かなミストが漂っていましたので、それも影響があったのかもしれません。白い虹は動画の中の7分くらいのところで紹介しています。何があるのかわからないのが熊野であります。これには熊野親父乾杯でありました。熊野の滝は恐るべしであります。今回発光現象を見たことで、熊野おばさんはやはり霊能力を持った歌子卑弥呼の生まれ変わりであることを改めて思い知ったのであります。パワースポットになっている嗅覚の凄さはプロレベルであります。私は凡人でありますので、現場では熊野おばさんの指示に従うだけでありました。ドライブしてた、してる、ほんまやしてるな、ね、ちょっと喉かな、
んない。あった。すごい滝でした。美徳の滝、全然起伏じゃないところがいいです。ありがとうございました。帰ります。
撤収であります。荷物ないですか？忘れ物ないですね。正解したな。ええの見てたわ。ラッキーやな、ハードまで見れるとは。おまけに涼しかったな。涼しいわ。スープ持ってきてるか。スープ。降りるの早いけど、上がる偉い。よいしょ。階段が厳しい。降りるのが早かったけど。よいしょ。もう一頑張りであります。撤収戦。まあここは初心者でもお手軽な先であります。よいしょ、もうちょっとや。いや、一気に温度上がった。急に温度が上がりました。熱中症になります。滝の周りは涼しかったんですが、急に暑なりました、はあ、よいしょ。